こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、大人の夏のトレンドアイテム5000ということで動画をお届けしたいなと思っています。僕のチャンネルでは結構ですね、 30代後半から40代の男性に向けてベーシックな着こなしですとかアイテムをご紹介することが多いんですがその中でもちょっとトレンド感のあるものも時々ですねご紹介してるわけですねもちろんベーシックな着こなしも僕ら世代には似合いやすいんですが程よいトレンド感のあるものをですね着こなしの中に交えていただくとだいぶ新鮮な雰囲気になるかなと思いますし着こなしのバリエーションが広がると思うんでぜひ皆さんにもですね今回ご紹介するようなトレンドアイテムチェックをしていただきたいなと思ってますただ僕のチャンネルで ご紹介するトレンドアイテムというのはいわゆるですね本当に今年ならではの最先端のトレンドアイテムというわけではないんですねパリコレですとか様々なコレクションブランドで展開されるような最先端のものではなくていわゆるセレクトショップですとか身近なショップなんかで比較的見かけることが多くなってきたここ数年のトレンドアイテムというところで 割とですね、今取り入れても早すぎないというものを中心にご紹介ができればなというふうに思っています。あまりにトレンド感が強すぎると僕ら30代、40代世代だとちょっとですね、逆に違和感があったりするので個人的にはトレンドアイテムなんだけども今年だけではなくてこの数年間じわりじわりと人気が高まってきたようなちょっとしたトレンドアイテム、個人的にはちょいトレと呼んでるんですがそれくらいの立ち位置のものが使いやすいかなと思うので今回ご紹介するアイテムは 今すぐ使ってもですね、決して浮きすぎることがないので、安心しながらですね、取り入れていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンツファッションの今日をですね、なるべく分かりやすく解説していきますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょうはい、ということで、ここからはですね、具体的にトレンドアイテムを皆さんにご紹介したいなと思うんですが、 まず一つ目のアイテムは僕が今内側に着ているこちらのですね、ボーダーのカットソーですね。これは今年の夏はめちゃくちゃ多いですね。 ただこのようなアイテムというのはトレンドアイテムというよりはいつの時代にもあるような定番的な位置づけかなと思うんですね。ただこのですね、ボーダー T シャツとかカットソーなんかがですね、去年ぐらいからじわりじわりと増えていまして、今年の夏はですね、結構店頭で見かけることも増えました。春だったら長袖のボーダーのカットソーが多かったですし、夏に向けてこういった半袖のカットソーもだいぶ増えてきましたね。 僕が今着てるのは先日発売になりましたユニクロとマルイのコラボレーションのボーダーのカットソーなんですがこれはすごく柄的にも使いやすいですし首元ですねここがブルーで鮮やかな色合いになっていまして差し色にもなるんですねこれはすごく使い勝手がいいなというふうに思います あとはですね、先日の動画の中でも解説をしました、ユニクロのオーバーサイズのこのようなボーダー T シャツもすごく使い勝手がいいので、まあ、このようなものであれば、大人の男性でもぜひトライをしていただきたいなと思うんですね。まあ、ユニクロには他にもボーダー T シャツがたくさんあるんですが、その中で難しいのは、このボーダーのピッチが太いものですね。 結構ドーンと太い柄のものもあるんですが、そういったものはかなり大人の男性には難しいかなと思います。もともとですね、ボーダーの T シャツとかカットーというのはかなりカジュアルめのアイテムで、どうしても子供っぽく見えがちだというところもあるので、まあこういったものを選ぶときには、なるべくですね、このピッチ、幅が狭いものを選んでもらった方が、大人の男性には似合いやすいかなと思います。あともう一つポイントがあるとしたら、 単品で使うよりも重ね着の内側に使ってあげるとすごくバランスがいいんですね。例えばこれ1枚だと結構カジュアルな感じが強くて大人の男性にはですねちょっと難しいかなと感じる方中にはいると思うんですね。一方で今の僕のスタイリングのようにですね上に1枚ですねこういった半袖のシャツなんかを羽織ってもらえば見える範囲がだいぶ収まるのでこのような形にすれば結構大人っぽくですねボーダーのカットーを着ることができるのでぜひ皆さんもですねトレンドアイテム ででででははあるんすすが1枚で切るののななくてててて重ね着の一部ととしし活用いいただければなと思っています、まあ、このようなボーダー柄のカットソーはユニコロでも買うことができるんですがもうちょっと投資をしたい方は定番のですねオーチバルですとかセントジェームスだとかこのあたりの歴史あるブランドのですねボーダーを取り入れてみるのもいいかなと思うのでぜひチェックしていただければなと思っています はい、続いて2点目のアイテムなんですが、僕が今着てるような半袖のシャツですね。これまたですね、まあ今年特有というものではないんですね。数年前からじわりじわりとですね、こういったものが増えてきて、今年もですね、なお人気のアイテムかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思います。 このようなハンスルシャツって僕ら世代だとちょっとこうおじさんっぽいだとかもしくは少年っぽさがあったりだとかそういったイメージが結構あったりしてあまりかっこいいアイテムというですね印象がない方もいると思うんですねただ最近のこのようなハンスルシャツというのはちょっとサイズ感もゆったりしてるんですね 袖幅もですね、ゆとりがありますし、ちょっと長さがあります。身幅なんかもですね、ゆとりがあって、最近のトレンド感をちゃんとですね、取り入れたデザインになってるんですね。そういった意味でこういったシャツが1枚あると大人の男性にもですね、ほんのりトレンド感を出すには便利なのかなと思います。もちろんユニコーでも展開がありますし、各種セレクトショップでも必ずと言っていいほど、このような半袖シャツは置いてあるものなので、ぜひ皆さんも今年は1枚はトライをしていただきたいなと思います。 ちなみにですね、結構襟の形で、このような反省シャツも印象が大きく変わるんですね。僕が今着てるものは、いわゆるこう、ちょっと特殊なんですけども、レギュラーカラーっぽいものなんですけども、そうではなくて、まあ一番定番的なものといえば、こちらはユニクロとセオリーのコラボレーションモデルですが、解禁シャツ、オープンカラーシャツと呼ばれるようなものですね。襟がこのように開いてるようなものっていうのが、割と定番的で結構いろんなお店で取り扱っています。 こちらの形なのか、もしくはレギュラーカラーっぽいものなのか、この二つでも全然印象が変わるので、ぜひ皆さんもですね、それぞれ試着をしてみて、しっくりくる方でいいので、取り入れていただければなと思っています。 個人的にはですね、どちらが襟型も好きなので、ちょっと気分によって変えるようにしてるんですね。オープンカラーシャツの方が、やはりですね、襟がちょっと開いてるので、カジュアル感があったりするので、僕はこういったシャツに対して短パンを合わせながら、ちょっとカジュアル感を持った着こなしをするようにしてますし、今僕が着てるような、こういったちょっとレギュラーカラーっぽいものに関しては、こっちのオープンカラーよりは少し綺麗めに見えるので、ボトムスは短パンではなくて、 ブラックのですね、イージーパンツァとか、そういったものを合わせながら、少し小綺麗に合わせるようにしてるんですね。まあ、それぞれシャツの襟型によって特徴が分かれるというところも、頭の片隅に置きながら、ぜひ反省シャツも皆さん、トレンドの一部として活用いただければなと思っています。はい、続いてのアイテムなんですが、今僕が着てるような、このようなグリーン系の色合いのアイテムですね。 これは今年の夏はめちゃくちゃ多いですね。まあ、僕自身ももともとグリーン系のアイテムは好きでちょこちょこと買い集めていたんですが、それがシーズンによっていっぱいある時もあれば全然少ない時もあったりするんですね。ただ今年に関してはかなり選択肢が多くて、個人的にもね、すごく嬉しく思うんですね。 僕が今着てるのは先日もご紹介しましたユナイテッドアローズグリーンレベルリラクシングさんと僕がコラボレーションして作った T シャツなんですがこちらも別注カラーとして深めのグリーンをですね選択をしました、まあ、なかなかこの色もですね品があって僕は大好きなんですね、まあ、グリーンといっても結構その色合いは様々なんですね僕が今着てるような深めのグリーンだと少し上品な雰囲気が漂いますし 他にはですね、もっと明るめのグリーンなんかもありまして、これは私物でよく着ているものなんですけども、こういったグリーンの中でもですね、少しこう明るさのあるようなグリーンですね。ですが、ちょっと色にくすみ感があったりだとか、このようなグリーンも増えてますね。 こちらも同じですね。結構この辺りは色が近いと思いますね。これは今季購入したキャプテンサンシャインというブランドの反省のシャツですし、こちらはティモロランドのオリジナルなんですが、結構似たようなグリーンのトーンで、色の濃さとしては中間ぐらいなんですが、少しくすみ感があるようなグリーンもありますし、あとはいわゆるですね、オリーブと呼ばれるような、こういった色合いですね。 これは先日のですね、ユニコとマンリュリのコラボレーションモデルのジャケットなんですが、まあ、グリーンの中でも少しですね、メリタリーライクな色合いといいますかえ、くすみ感がより強いようなものもあったりするので、グリーンの中でも様々な色味があるというところを意識しながら、ぜひですね、皆さんの中で気軽に取り入れやすい、まず T シャツですとか、そのあたりからですね、取り入れてみるといいと思います。 僕が今着てるような T シャツもいいと思いますし、あとはユニクロですね。ユニクロ U のですね、こういったオーバーサイズ T シャツ、ポケットがついたものなんかは、このグリーンもね、すごくいいんですよ。混じり気があって、先日もユニクロの中の T シャツでナンバーワンに選んだのはこちらなんですが、まあこういったものからトライをするといいかなと思います。意外とですね、着こなし方はそんなに難しくなくて、僕がよくですね、動画の中でご了承ししてるブラック系のイージーパンツですね。 こういったもので、ボトムスは引き締めて、上はグリーンみたいな配色だとすごく使いやすいので、ぜひ皆さんもですね、トレンドカラーであるグリーンを活用していただければなと思っています。はい、続いてのアイテムなんですが、僕がこの内側に着ているプリント T シャツですね。 これまた、まあ、定番アイテムではあるんですけども、去年ぐらいからじわりじわりとテントで見かける機会も増えてきまして、トレンドアイテムの一つなのかなというふうに感じています。僕は結構このようなプリント T シャツが大好きで、いろんなものを買い集めてるんですね。ですが、やはりシーズンによっては、今季は全然ないなという時も少なくないんですが、 割とですね、今年はいろんなブランドから出ているので、少しずつ買い集めているところなんですね。例えばセレクトショップなんかでも取り扱いがある、タンタンというブランドがあるんですが、こちらのプリント T シャツなんかはすごくですね、個人的にも好きで、大人の男性にも似合いやすいような、 割と綺麗感のあるような T シャツに仕上がっているので、ぜひ皆さんにもチェックをしていただきたいなと思います。個人的にはプリント T シャツを試すのであれば、まずは白ベースの T シャツにプリントが乗っているようなもの。こういった感じがですね、使いやすいかなと思います。こちらは僕がオリジナルで作っているブランドのものなんですが、 こういった白ベースのものだと意外とですね、ベーシックさはある程度軸足しているので結構使い勝手がいいかなと思います。他にはですね、結構ユニクロのこのようなモマとのコラボレーション TS なんかもすごくバランスが良かったんですね。結構もう在庫がなくなってしまっているので早めにチェックしていただきたいんですが、こういったものでもいいかなと思いますし、あとはですね、セレクトショップのオリジナルの中では今季のグリーンレベルさんのやつですね、これがね、なかなか良かったんですよ。ちょっとたっぷりめのサイズングの白 T に対して、 フランスの街並みをプリントしたような、こういった T シャツなんかも結構1枚で着ても様になったので、 バランスよく着れるんじゃないかなと思います。ちなみに僕もそうなんですけども、プリント T シャツ1枚で着るのも悪くはないんですが、その上にですね、こういった軽めのジャケットだとか、あとはカーディガンとかですね、そういったもの、もしくは半袖のオープンカラーシャツとかを重ねてあげると結構バランスがいいんですね。プリントの見える分量を抑えてあげるだけで結構大人っぽくなるので、そのような重ね着にも使えるので、ぜひ皆さんにもですね、こういったプリント T シャツ、トレンドの一部として取り入れていただければなと思っています。 はい、続いてラスト5点目のアイテムなんですが、僕が今持ってるようなこういったレザー系のサンダルですね。このあたりのアイテムが今季はすごく増えてるので、ぜひ皆さんもトレンドアイテムとしてトライをしていただければなと思います。僕が今持ってるのは昨年購入した GU のグルカサンダルというものですね。 これはね、かなりの名作で、去年買っておいてめちゃくちゃ良かったなと思います。値段も確か5000円を切るような、かなりコストパフォーマンスの良いもので、しかもレザーということで、すごくですね、これは気に入ってるんですが、このようなレザーのですね、素材を使っているようなサンダルというのが、結構今年はアプローチが増えていまして、グルカサンダル、いろんなブランドからも出ていますし、それ以外にも、例えば定番のビルケンシュトックのサンダルなんかも、レザーで上品なものなん なんかが結構様々なセレクトショップの別注で出ていたりするんですねそのあたりもかなり使いやすいかなと思うんですがぜひですね皆さんも通常のですねカジュアルな素材感のサンダルだけではなくてレザー素材を生かしたような上品なですねサンダルですとかそういったものにもトライをしていただきたいなと思います本当に着こなしって足元次第で全然見栄えが変わってくるんですね 今僕はジャケットを着ているような結構綺麗めなスタイルなんですがこれにスニーカーを合わせてカジュアルに振ってあげるかもしくはちょっとトレンド感のあるようなこういったグルカサンダルを履くのかではまるで見え方が違うんですね。 確かにちょっとですね、上級者向けのアイテムではあるんですよ。こういったグルカサンダルというのは。まだまだ見慣れないという方も多いかなと思うんですが、結構こういったものって、昨日今日始まったトレンドではなくて、じわりじわりと浸透してきているもんなので、ぜひですね、皆さんも気軽に、まあ、まずは安い値段からでもいいかなと思うんですね。レザーのものもいいかなと思いますし、割とですね、よくできているものがあるので、そういったものからトライをするのもいいかなと思うんですが、ぜひ皆さんもですね、足元変わるだけでだいぶ印象変わるので、こういったレザー系 のサンダルは試してみる価値があるのかなと思っていますもちろん素足で履くのがこういったものは一番いいんですがさらに上級者向けだと白系のソックスなんかと合わせてみるのも結構ですねバランスが良かったりするのでまあこれはですね誰もができることではないかなと思うんですがいろんな活用の仕方があるのでレザー系のサンダル皆さんもチェックをしていただければなと思っています はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、大人の男性にも似合うような夏のトレンドアイテム5000ということで、具体的にですね、皆さんにアイテムをご紹介させていただきました。どのアイテムに関しても、最先端って感じじゃないんですよ。もうここ数年ですね、じわりじわりと増えてきたような、ちょいトレアイテムという形でご紹介をさせていただきました。これらを着ても、決してですね、 トレンドの最先端という感じではないかなと思うんですね。ただ、周りの大人の男性を見てみても、そこまでですね、トレンド感満載の方って多くないですし、今回ご紹介するようなアイテムをバチッと着こなせている方って、やはりまだまだ少数派なんですね。ですので、今回お伝えしたアイテムの中で、本当に2個、3個ぐらい交えるだけでも、だいぶですね、周りの方と比べた時にも、トレンド感というところが漂うかなと思うので、ぜひ皆さんですね、気軽に取り入れていただければなと思います。 と思ってますまあ、身近なユニクロなんかでもこういったトレンドアイテムをたくさん取り扱いがありますしもうちょっと価格帯を上げてセレクトショップなんかで買うのもいいかなと思うのでまあ、具体的なアイテムはいくつか概要欄にリンク貼っておきますのでそちらもぜひチェックをしていただければなと思っていますこれからもですねこちらのチャンネルではメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説したいなと思うんですがもう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの紹介は youtube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思います また、なかなかですね、動画を見る時間がないという方、もっとトレンドアイテムをリアルタイムで知りたいという方は、最近オンラインサロンを始めましたので、そちらの方でですね、ぜひチェックをしていただければなと思います。サロンの中ではですね、文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとか、コーディネートの事例だとかをですね、サクサクと更新してますので、本当に隙間時間でチェックをできるので、ぜひこちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。